こんにちは。今日もエウレカスタジオからお送りさせていただいております。今回はですね、おしゃれマクロス展イベントに行ってきました。レポート動画となります。そうですね、このエウレカスタジオを始めてからは初のレポート動画になりますが、過去にもですね、そのおしゃれマクロスだったり、まあそれ以外もいろんなこのマクロスイベント現地に行きまして、レポート動画ちょいちょいと作ってるんですね。動画の概要欄の方に、月光ステートチャンネル、まあエウレカが所属しているグループのチャンネルがございますので、それのリンクを、概要欄に貼っておきますので、もしよろしければそちらの方のチャンネル登録していただいて、その中の再生リストにマクロス実写イベントレポート等みたいな感じの再生リストが作っておりますので、そちらの方から、もしよろしければ、過去の、レポート動画も見てみてください。で、スマートフォンからリンクをタップすると、なんかうまく飛ばないみたいなんですね。もしうまくいかないっていう方は、ツイッターですね。ツイッターの方に行っていただいて、ツイッターの月光ステイトのツイッターの、固定されたツイートがなんかね、トップに貼り付けてあるんですよ。そこからね、月光ステイトチャンネルとかも行けるようにしておりますので、そちらの方からぜひ見てみて、気になった方は見てみてください。そして、このチャンネル、エウレカスタジオの方もぜひとも合わせてチャンネル登録、よろしく。お願いいたします。そうしましたら、まあ、ごたごた喋ってないで見ていくとしましょうか。ちょっとね、今までとは珍しい感じのね、ちょっと違う感じの、お送り、動画形式になっておりますが、まあ、画像スライドショー的な感じで流していくようになります。ちょっと待ってくださいね。OK かな。はい。来ましたかね。画像映っておりますでしょうか。まずは、こちらですね。いつからやってたんでしたっけ。2月の10、忘れちゃった。はい。とにかくですね、2月の中旬ぐらいからこちら、新宿丸いアネックスっていうところの6階ですかね。で、開催されておりました。おしゃれマクロス。まあ、東京エリアでやるときは、だいたいこの丸いで、このおしゃれマクロスやるようになってるんですね。ここのおしゃれマクロスも何度か行ってるんですけど、一番イメージがあったのが、おしゃれマクロス男子だったかな。うん。はい。じゃあ、だらだら喋ってても、結構ね、写真撮ってきてるので、進めていきましょうね。はい。これ、会場に入る手前のところの展示スペースにありましたね。キューポスケット?これね、なんかもともと、このランカちゃんとシェリルと、さらに二人とも2カラーぐらいのね、こんな、なんか、要はゲーセンの UFO キャッチャーで撮れるアイテムですよね。これ、なんか、アミューズメント、撮るもか、要はネットでも撮れるようになりましたよっていう、なんか紹介で出てましたね。基本的にこれ出たのはね、もう1年ぐらい前だったような気がするので、そんなに新しくない商品かなと思います。はい。次が、VF1D。 なるほど。これ確かタンデム式のやつですね。後ろに民名さん乗っけたとか、確かそういう感じのバルキリーだったような気がします。そして、その右側にあるやつ、これなんだろう、スピードレーサーじゃなくて、なんて言うんでしたっけね。これも最初、ヒカルくんか、ハヤテくんって言いそうになったヒカルくんが、なんか乗ってて、おい、そこの民間人みたいな感じで、違う。フォッカーさんのとこ、まあいいや、そんな感じの、はい、デラックス超合金予約受付中ということですね。さらに、デラックス超合金、これ、デルタ招待ですね。デルタ1からデルタ5まで並んで、なかなかいい感じだと思いますね。うん。ちょっと角度変えてみて、正面からですね。うん、この、ミラージュ機、デルタ4ですね。これが敬礼してるのとかもなかなか、いいポージングだと思いますね。でもこれ、デルタ5か、ハヤテくんが乗ってるのも敬礼してるっぽい。みんな敬礼してるのか。あ、みんな同じポーズなんですね。全然気づいてなかった。写真撮ってる時は。今見てみて気づきました。はい。そして、今回、おしゃれマクロス展。おしゃれマクロスっていうイベントをやり始めて10周年ということで、こんだけのいっぱいロゴが並んでおりますね。ちょっと拡大したのを見ていきましょうか。まず、マクロスフロンティアのおしゃれマクロス、VD、バレンタインデイってことかな。おしゃれマクロス30、おしゃれマクロス2、いっぱいあるな。おしゃれマクロスパルコ、名古屋区デカルチャー、
デカルチャー、おしゃれマクロスデカルチャー、静岡丸、あ、なるほど、結構丸いでやることが、静岡丸い、へえ。そして、ナンバ丸い、アルト祭り、おしゃれマクロス728。すごいな。アルト祭り、こんなイベントもあったんですね。なんかこれ見に行ってみたいな。うん。そして、おしゃれマクロス F9、新宿丸いアネクス、あ、まさにこの場所ですね。で、いっぱいありする人類、新宿丸い、アネクス、おしゃれマクロス、シュディスター的な感じでいいのかな。そして、おしゃれマクロス、プラス、パルコって書いてあるけどな。パルコ、広島パルコ、メリークリスマス、パルコ、広島、おしゃれマクロス、そして、新宿、丸いワン、おしゃれマクロス、あ、丸いワンっていうのがこれ、もともと一番最初に、もっと、そう、建物がね、丸いもなんかいろいろ建て替えとかしてるんですね。まあ、いろいろあるんですね。はい、まんまん見ていきましょう。京都丸いおしゃれマクロス、劇場のおしゃれマクロスデルタ、夏色のワルキューレもね、そう、イベントレポート動画出してますからね。おしゃれマクロス、京都丸、京都は和風なイメージで来てるんですね。京都丸いのおしゃれマクロス2、おしゃれマクロス2、3、そして、おしゃれマクロス、優秀飛翼、うん、なんか、なんて読むんだろうな、読めないな。あ、おしゃれマクロス、雪、梅雨、両乱でいいのかな。そして、おしゃれマクロス、これ全部京都だな。うん、乱か両乱。あ、なるほどね、乱か。なるほど、なるほど。京都丸いおしゃれマクロス35? お、何なんだろう、いろいろ。おしゃれマクロス下月、次の、いっぱいありすぎる。おしゃれマクロス、さよならの丸い。うん、さよなら、そう、丸いを建て替えたとか、そういうタイミングじゃなかったから違うかな。風雲おしゃれマクロス、風雲おしゃれマクロス2、おしゃれマクロス7、おしゃれマクロス、FB7 っていうのもあったんだ。はぁ、京都丸い、おしゃれマクロスデルタプラス、おしゃれマクロスデルタ聖夜の丸キューレ。これは名古屋。違った。これも京都だったかな。おしゃれマクロスフロンティア、おしゃれマクロスデルタカッコカリ、おしゃれマクロスデルタ、おしゃれマクロス一国ロマンとワルキューレ。まあ、とにかくいっぱいありますよ。確か10周年とか言ってたはずなので、10周年でね、これだけやってるってことは、もう1年間にもう3回か4回ぐらいこのオシャレマクロスやるっていうことなんですよ。もうこの東京だけじゃなく、あちこちでですね。うん、そのたびにいろんなグッズが出て、買い集めるのも大変ですね。なんか歴史を感じられる、このロゴの集まりでした。でね、これ現地行ったら、この後ろに、撮影禁止エリアがあります。これのバックですね。バックに、後ろに、なんで言い換えたんだ?そう。撮影禁止エリアがありまして、そこに今までのこれらの、キービジュアル的なやつがね、ブワーっと、飾られてたんですね。いやー、見応えありました。本当に今まで行ったこのオシャレマクロスの中で一番その展示が多かったような気もしますね。商品もめちゃくちゃ多かったですし、これから商品バンバンお見せしていきますが、歴史がある。素晴らしい。そしてそのキービジュアルできればお見せしたかったんですけど、まあ、この後ね、いくらか商品でね、出てくるものもありますので、じゃあ進めていきましょう。今回のキービジュアルの、等身大パネルですね。これね、ちょっとパッと見づらいかもしれないですけど、ちょっと拡大しました。まずは、はい、ワルキューレ5人バージョンですね。はい。こんな感じです。等身大パネルって言ってもね、なんかね、でかいんですよ、とにかく。エウレカ身長174センチなんですけど、そのぐらいの高さありましたね、これらは。まあ、ちょっと足のね、部分がちょっと浮いてるっていうのもありますからね。はい、ちょっと個別に行きましょう。次、これ。フレイヤちゃんですね。珍しいですよ、この太もものセクシー感。もうなんか見えてそうな気がするんですけど、いや、これたまらんですね。太もも、これ、ニーハイって言うんですか?ああ、たまらんですね。このチラリズム。ああ、しつこい。進めましょう。いつまでもでも喋っちゃう。みくまちゃんですね。ああ、この、足、太ももから、すねのあたりにかけて腸が大量にくっついている。なんか、イガイガしそうですね。まあ、相変わらずミステリアスな雰囲気を醸し出してるんでしょうか?醸し出してくださっているんじゃないんでしょうか?で、いつもの感じですね。これもね、要は、みくもちゃんの歌をやっている、じゅんなさんが言って、おっしゃってたんですけど、みくもは大体上にお団子ついてるんですよって、
言ってました。確かに今回もお団子ついてます。うん、ついてますね。いいと思います。みくもちゃんらしい。歌マクロスとかやってるとね、いくらかその衣装の中でお団子ついてないのもあるんですけど、基本的に頭になんか乗っかってるんですよ、みくもちゃん。何かそこに角か何か隠しているんでしょうか。いや、隠れてないですよね。はい、ついてない場合があります。次行きましょう。はい。問題作ですね。かなめさん。これはもう今回ね、もうあちこちでね、まずいまずい、やばいやばいっていう声が、聞こえてきますわ。うん、大変です。これ、見えてますね。確実に見えてますね。うん。もうこれ以上はやめときましょう。はい、次行きます。マキナさんですね。これもちょっと話題にはなってたんじゃないんでしょうか？セクシー担当って自らマキナ言ってるんですけど、うん、今回、その、ちょっとセクシーというよりかは、うん、なんて言うんですかね、これ。クール？クールビューティー。そんな感じなんでしょうか。まあ確かにね、このピチピチタイツ。でもね、これはね、セクシーっていう感じではない。うん、かっこいいですよ。クールですね。いいと思います。マキマキも好きですよ。次が、レイナさんですね。レイナさんの模様が本当に激しいですよね、これ。クロスオーバーのキービジュアルの時だったかな。に、確かこれは、遠山さんが話してたんですよ。この体に、こう、書いてある、このペイントは、ペイントではなく、これ、コンピューターチップが、この極薄、フィルム状にして貼り付けているらしいです。いつでも、なんかハッキングとかそういった操作がね、なんか、ワルキューレって爪先にこのナノデバイスとかなんかこう貼っ付けてたりするじゃないですか。そういうのを派生させた感じなんでしょうね。すごい模様です。ごっちゃごちゃしてます。はい、次、シェリルさんとランカちゃんですね。ランカちゃんなんか植木鉢みたいなのを脇に抱えてますけど、はい、個別に見ていきましょう。まずシェリルさんですね。これはね、マジカルファンタジーさんにお邪魔した時にも言ったんですが、このシェリルさんの手、ちょっとこのポージングは正直良くないと思うんですよ。衣装の全体味がわからない。こう手をまっすぐ前に出しちゃってるので、うん、袖の部分とかね、どんなデザインになってるのかっていうのがわからない。あ、いやでも今気づいたら、この髪の毛の量もなんかいつもよりマシマシですね。これ、みくもちゃん並みの量がありますよ、この髪の毛。どうしたんだ？めちゃくちゃボリューミーです。ちょっと手、もうちょっと違うポージングでもよかったんじゃないのかなと思います。はい、次、ランカちゃんですね。何か投げてますね。そしてこの小脇に抱えた植木鉢。何なんでしょう、気になります。はい、次行きましょう。でね、このおしゃれマクロス店丸いでね、お買い物をするとなんかね、今回いろいろ特典があったんですよ。ハッピーバースデー初日が2月11日だ、思い出しました。はい、2月11日、ミラージュさんの誕生日、2月20日、ハインチュ様の誕生日、2月25日、キースお兄様の誕生日。まあ、それぞれね、買い物すると、これ、しおりがもらえたらしいんですけど、残念ながらエウレカはもらえませんでした。なんかね、各日、100枚か200枚ぐらいしか多分配ってない、結構レアなものみたいですね。1、2時間ぐらいで配布終了してました。そしてさらに、これエウレカ行ったのが、2月の24日かな。うん、右側にあるお買い上げ特典、1000円で1枚もらえるやつも、これね、行ったのがね、確か12時ぐらいだったんですよ。12時ですよ。11時開店。12時に行って、本日分終了ですからね、このしおり。まあね、一応毎日こう均等にね、配れるように用意してらっしゃるのかもしれませんが、いや、12時に行ってね、本日分終了とか、ちょっとショッキングでした。で、こちらの方はですね、しおり、なんか今回その、要は10周年を記念して、まあ、そのおまけでもらえる、まあ買い物したら1枚もらえる。あとはなんか抽選を受けて、当たればこのしおりセットがもらえますよっていうね、今までのキービジュアルのね、このキャラクターたちがずらーっと並んでるんですよ。壮観ですね。全部欲しい。全部並べたいですね。で、これ、罠なのが、このしおり A セット、例えば A セットにみくもちゃんいるんですけど、真ん中あたりに、これは劇場のオシャレマクロスデルタかなの時のみくもちゃんのしおりがあるんですけど、
ワルキューレいるのね、その隣のレイナだけなんですよ。どうせだったらこれ5人揃えてくれよ、このしおり A セットのところに。これはちょっと親切、いや不親切かなと、ちょっと思いますよね。劇場のデルト、そしおり B セットのところにカナメさん、うん、で、しおり C セットのところにフレイヤとマキマキがいますのでね。どうせだったらこれ5人集めてくれた方が親切。まあ、ちょっと、コレクター魂をくすぐろうっていう、そういう作戦なんでしょうか。そして先ほど言いました、この抽選でしおりセットもらえますよっていうのがね、 B 賞でしおり全セットっていうのがね、あったらしいです。この景品は終了いたしました。そして A 賞、これね、サイン入りグッズ、これが実はエウレカの言った2月の24日エウレカ、こう悩んでたんですよ。どれ買おうかな、どれがいいかな、どれかなって悩んでる時に、カランカランカランってなって、お、え、嘘みたいな。そしたら A 賞なくなりましたーって声が後ろから聞こえてきて、あー、なくなっちったーって。もしかしたらエウレカが悩んでなければ当たったかもしれないのに、まあそれは運ですからね。ちょっと悔しい思いをしました。じゃあそろそろ売り場の方へ参りましょうかね。この声聞こえてますか。これなんかちょっと前に告知がありましたね。劇場短編2021年に公開される時の迷宮。はい。で、売り場入ります。まずはこの缶バッジですね。これもね、品切れ。このイベント期間中にちょこちょこ品物は補充してってくれてるみたいなんですけど、缶バッジね、これが品切れ。ちょっとメインの商品じゃないのとか思ったんですが。確か翌日、キーソーニータマの時に追加されて、キーソーニータマの誕生日2月25日に確か補充されていたはずです。で、そのお隣っていうか、若干背面に映ってましたオーシャンショーオーシャンリュック9966円。これはオーダーメイドですね。展示としてはこれ1個だけで、要は注文して作ってもらう、そういった商品でした。悩んだんですけどね、これも悩みました。ただこれオーシャンショーオーシャンじゃなく、劇中でランガちゃんが背負ってるバルキリーバッグとかにしてたら、あれ間違いなく買いますね。なんかあれ作ってくれないかな、誰か作ってくれないかな。はい。そして人気のアクリルスタンドですね。もうどこのアニメでもこのアクリルスタンドが、あとアクリルキーホルダー、まあよく売れるようで、これもね、いろいろちょっと補充したりしてるみたいな、補充されたりしてるみたいなんです。これね、マジカルファンタジーの坂本さんと買い物に行った時には、かなめさんが品切れになってたんですけど、補充されてましたね。で、今回ないのがシェリルさんの分がないですね。そしてこれね、おしゃれマクロス7の時のバサラなんですけど、まあ、偶然、はい、ミレーヌが品切れだったようです。展示はされておりました。まあこんな感じでね、アクリルスタンド、まあ好きなキャラ一体だけ、飾るっていうのだったらありなのかもしれないですね。もうエウレがね、どちらかというともうワルキューレ5人揃えたくなっちゃう方なのでね。はい、次行きましょう。そう、これポスターじゃない、しおりか、しおり、全種類の展示と、あとアクリルスタンドとか、まあもろもろが展示されてる、カラーボックス、カラーボックス、なんかボックスがありました。はい、ちょっと拡大して撮ってみましたね。フロンティア系のが結構ありまして、次がデルタ系と、おしゃれマクロス男子ですね。ハヤテくんいいですね。マルティもなかなかいいんじゃないのかな。あとアクリルスタンド系、そう、缶バッジもね、これ100円、この缶バッジ飾ってありますけど、100円ショップとかで売ってるんですよね、この缶バッジ飾れるケース。まあこれが100円ショップで売られてたケースかどうかはちょっとわからないんですけど、こういう缶バッジの、飾り方もあるんだなーって勉強になりますね。はい、おしゃれマクロス10ステッカー385円。これ売れ行きはどうなんでしょうか。これね、むしろ先ほどありましたロゴですね、ロゴを全部ステッカーにして用意してくれてるんだったらあれですけど、ちょっと1枚だけね、おしゃれマクロス10だけあっても、どうせだったらこれ全部、全部ステッカーにしてくれてたら、で、あのね、一個一個ちょっと好きに剥がせるとか、そういうのだったら、まあ、ちょっと考えましたけど、ね、ちょっと10だけか、ちょっと貼るところがなかなか難しいですね。はい。あとは、アートカード、クリアファイル系ですね。そう、古い、
今回はね、その10周年記念ということで、古い過去のおしゃれマクロスのキービジュアルのクリアファイルとかもね、復刻されてたので、まあ、どこまでどれだけいっぱい出てたのかはわからないですが、まあ、エウレカが22月の24日に行った時には、こんな感じのラインナップになっておりました。そして、マフラータオル、T シャツとかのコーナーに行きました。これがですね、マフラータオル。シェリルさんが品切れでしたね。これもなんか、あと、25日に追加されたっぽいですね。あとは、ポーチ。ポーチですね。なんか入れるポーチです。これね、かなめさんが品切れなんです。品切れなんですよ。さらにさらにその下にあります、ミニカラータオルでいいのかな？これもね、かなめさんが品切れ。そう。問題作のかなめさんがね、皆さんこぞって買っていかれるようですね。かなめさんだけなくなっていくという。で、これスカーフですね。スカーフはこれは一応メンバー5人分ありましたね。キャラクターのね、絵が入ってないので、まあでも、普段使いしやすいってところはありますよね。このポーチとかみたく、柄が入ってると、キャラが入ってると、なかなか使いづらい部分ありますが、こういうスカーフ的なところ、キャラが入ってなければ、ふっと使ってても、なんかわからないかもしれないですね。で、ちょっと写真撮り損ねましたが、下に、T シャツ、写っております。はい。なんで撮らなかったかは、ご想像にお任せいたします。進めていきましょう。今度は、これなんだ？ネクタイピンですね。ネクタイもね、なんか、今回はなんかネクタイもなくなってたかな。前はね、ネクタイあったような気がします。そして、なんか、スティック紅茶缶っていうやつですね。並んでおります。これもね、かなめさんなくなってるんですよ。みくもちゃんもなくなってますね。3人分。まあ、こんな感じになっております。あとはなんか、キャラクターチャームとかが隣に映っておりますね。そして、ワルキューレのマフラーっていうんですか、マフラーでいいのかな。あと、この奥には飾ってあるおはじきと、あと左側のこのバラのチャームは、多分、これ京都とかでやってたやつの商品の余りじゃないですかね。これね、正面に飾ってあるこのおはじきはもう売り切れてました。ありませんでした。このバラのチャームはあったかな？はい、フード付きストールシェリルということで、これだとわかりづらいんですけど、こちら、はい、飾ってあったので写真撮ってきました。こんな感じですね。ほんとパッと見、アニメグッズかどうかわからないぐらいの商品になっております。9680円でございます。そしてその下にね、パーカーもね、あったんですけど、これ写真撮ってないんですよ。なんで撮ってないかはご想像にお任せいたします。次行きましょう。手ぬぐい、ボトル入り手ぬぐいと、缶入りコンペイトと、1663円と1694円。そして、さらにボンボン行きましょうか。ワルキューレのミラー、マクロスデルタ、コラボ、ワルキューレ、ミラー。これはね、結構前からありますね。売れ残りが。おはじきの売れ残りありましたね。で、そして、コラボ巾着ハインチュ様バージョン2017-2017。まあ、特に意味はないんでしょうけど。これもね、エウレカはハインチュ様好きなのでね、悩んだんですけど、後ろにね、ウィンダミアの柄が入ってるだけでね、ちょっとハインチュ様の可愛さが表現され、まあ、ね、表現はされてるのかもしれないですけど、キャラクターが入ってなかったのでやめました。で、後ろにのれん。6380円あります。で、のれん展示あったので、ちょっと写真撮ってきました。こんな感じですね。のれんと、さっきのボトル入りの手ぬぐいですね。これのれんがね、ちょっと残念だったのが、横長すぎるんですよね。エウレカ、自分の部屋の入り口にのれん垂らしてるんですけど、だいたいこの横幅90センチぐらいなんですよ。これね、120センチぐらい横幅あったので、なかなか飾りづらいです。で、さらに縦、長さ、上下ですね。これも短いのでね、使いどころが難しいかなと思って。縦長、もうちょっと縦長のね、タイプだったら買ってたと思います。いいんじゃないでしょうか。これ、自分のね、自室の入り口にこれ垂らしたいですね。はい。あとは色々、またありましたね、ハンカチがありまして、そう、これね、ミラー付き用事入れ、用事なんだこれと思って手に取ってみて、ひっくり返してみたらこんな感じ、本当に爪楊枝です。これね、半分にパタンと折れるようになってるんですね。いや、使いどころないくないかって、ね、お手洗いに行けばね、鏡ありますし、どっかこう隠れてやる、まあそういうことなんでしょうか。
爪楊枝入れです。はい。身だしなみセットワールキューレ2300円。これね、なんかあの爪切りとか、なんだろう、なんかそういう毛抜きとか、なんかそういうのがね、中に一目になって入っているようです。うん、コインケース、あ、コインケース悪くはなかった、これも悪くなかったな、よかったかもしれないな。920円、高くないですからね。うん、小銭、あ、もうちょっとね、他のところでね、売れか悩んでたのでね、こういうのもちょっと選んでもよかったな、コインケース。はい。あ、先ほどの、チャーム、バラのチャームがありましたね。フレイヤバージョンとシェリルさんバージョンだったようで、シェリルさんの方は売り切れと、印鑑ケース。印鑑ケースね。よく考えたもんです。はい。メッサーウォレットチェーンとメッサーバーボディーバッグ。18,880円。いやーね、このね、このメッサーくんのボディバッグとこのね、ウォレットチェーンはね、これ、いつの頃からあったかな？マクロス男子の初回の時からあったのかな？これね、メッサーくんのボディバッグいいんですよ。これにめちゃくちゃ悩んだんですよね。前々からこう見てはいるんですけど、あー、まあ、メッサーくんでこれがデルタ5だったら買うんだけどなとか思って、で、ここまでね、ずっとエウレカの目に留まるってことは、あー、買えって言ってるのかなと思って悩んだんですよ。やっぱ値段がね、これ、値段的にそのオーシャンショーシャンぐらいの値段に下がるんであればね、これ、手に取ったかもしれないですけどね。11,880円。うん。ウォレットチェーンなんか、すっ転んじゃってますね。これ、ショーケースの中で。はい。次行きましょう。バタフライチャーム、ん、違う、パール付きチャーム、バタフライじゃん。どこがバタフライなのか。うん。あ、ネクタイありましたね。ネクタイ、ここに。1個だけかな。ネクタイあったのが。はい。それ以外は、ブックカバーとかですね。これはネクタイじゃない。で、これは、異国ロマンとワルキューレ。これ、どこでやったや？これも、まあ、おしゃれマクロスですよね。京都の方でやったんか？でも、異国ロマンっていうと、どちらかというと、長崎とかそういうイメージをしてしまうのですが、除菌ジェル。まあ、なんか、あのね、時代を表してますね。除菌。はい。まあ、要は消毒液と、そういうことです。これは確か今回の新作品だったと思いますね。ハンドタオルポーチ。なんかね、首にこう吊るして、そこになんかハンカチが入りますよっていう風な、まあ別にタオルじゃなくても、まあそれこそ別にね、財布とか入れても、小物入れてもいいのかなとか思いました。可愛いには可愛いですね。うん。はい、次が、おしゃれマクロス店名刺ケース。いや、これ手っていうことは、これも今回の新商品なのかどうなのかな。まあ、シンプルで、これは、ほんと普段使いできちゃうような感じだと思いますね。ここからが、旧作品というか、あの、以前のおしゃれマクロスのやつがどんどん出てきます。ここら辺が、おしゃれマクロスの缶バッチ。マグカップにタペストリー、あと左下にバスタオルとかありますね。で、キーホルダー類、ステッカーかな。あとはこれコースターですね。そう、エウレカね、箸置きとコースターはセットだと思ってるので、基本的に使います。なので買いました。はい。マグカップがいっぱいありますね。バスタオルと、ポスター的なものが下にありますね。あとは、聖夜のワルキューレか。のタペストリー、マグカップ。あと、今回のやつのタペストリーとかも、あとその下にはね、旧オシャレマクロスのタペストリーもあります。これ、謎だったのが、マスクとトートバッグですね。トートバッグですよ。トートバッグで4180円ですよ。いくらキャラモンだとはいえ4180円、高すぎだろうと思ったら、はい、これ拡大図が書いてありました。はい、カジグループとコラボして作って、世界最軽量豪華にする所在、使用撥水加工、耐荷重3キロまで OK。 いやね、これね、いやー、合成素材って言われてもね、耐荷重3キロまで OK って言われてもどうなんでしょうか。触った感じで結構ペラペラでね、どうなんでしょうか。あ、まあ、強い布らしいです。はい、
次で最後ですかね。これちょっと、先ほどの聖夜のワルキューレのコーナーのところなんですけど、これマクロスボーイズですね。おしゃれマクロス男子の時に作られた、なんだっけな。ムニュグルミとかなってたかな。確か、そんな感じだと思います。はい、こんな感じですね。いや、もう、30分も経っちゃってるわ。まあ、こんな感じでいろいろな商品たっぷり、ありました。楽しんできましたよ。まあ、これからもね、おしゃれマクロスっていろいろやってくれると思いますので、機会がありましたら皆さんね、近くでやるっていうことがあったら行ってみていただいてはいかがでしょうか。うん。まあ、そこでしかもらえない特典とかもありますし、うん。後から、こういうふうに再販されて、今映ってたものがね、もしかしたらその別の会場でも売られてるっていう、売られる可能性もありますのでね、ぜひとも、グッズ買いに行ってみてください。で、先ほど言いましたね、エウレカコースター買いました。まあそんな感じなんですけど、グッズ、購入したグッズの紹介はですね、もう30分も経っちゃいましたので、別動画でやらせていただきますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。そうしましたら今回は以上で終了といたします。ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。そうしましたらご視聴どうもありがとうございました。